ここからは引き続き私レーネがナビゲートするラッシュエクセンチュリーセッション、今日のゲストはゆずのお二人です。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて一言ずつお願いします。はい、ゆずのリーダー北川友人と、はい、サブリーダーの岩沢浩二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔いたします。お願いします。スタジオらしく前、今日はね早くからたくさんの方が並んでくださっていて、ありがとうございます。はい、集まってくれて、うん、皆さんなんかこう思い思いの品々を持ってきてくれてます ね。今日初めて CD を持ってくれてる人もいるし、はい、ゆずを実際持ってきてくれたと思いますし、 あ北川さんはもうすぐお誕生日。そう、もうすぐ誕生日ですね。1月14日。はい、おめでとう。 ありがとうございます。はい、まず賑やかにお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、昨日のゲストアステラスの村上智也さんから質問が来ています。はい、その質問の答え、まずは番組のツイッターでつぶやいていただきます。またこの番組ユーストリームでも楽しめます。センチュリーセッションのウェブサイトからチェックしてログインしてください。GP の皆さん、こんばんは。昨日スタジオラシックにお邪魔したアステラスの村上智也です。今日はゆずのお二人が出演されているそうで、ぜひお会いしたかったんですが、今頃ラジオの前で聞いていると思います。早速ですが、今日のメッセージテーマ、きっかけ物語に関する質問です。実は僕ですね、初めてステージに立ったきっかけが中学2年生の文化祭でゆずさんの夏色をギターで弾き語りしたことでした。なのでそんなゆずさんが初めて人前で弾き語りをした曲をぜひ教えてください。それでは北川さん、もしくは岩沢さん、ツイートをお願いします。はい、嬉しい。村上君、ありがとうございます。はい、アステラスの村上さんから、ゆずが初めて人前で弾き語りした曲を教えてくださいと質問でした。村上さん、ゆずだったんですね。中学生の時にっていう話ありましたが、この答えをですね、はい、まだ口頭では聞きません。お、はいはい、質問の答え、まずは番組のツイッターでツイートしていただきます。どちらにお願いしましょうか。もうそうですね、僕の目の前にこれがあるので、ミスターツイート、まあまあ、一度もやったことがないんですけど、はい、初ツイート、初ツイート北川さん、初ツイートいきます。じゃあお願いします。これで、はい、どんな答えになるのか。まあ、この間にちょっと、まあ、差し出がましいんですが、はい、私とゆずということを語らせていただきますと、はい、実は私2009年、まあ、ゆずのお二人横浜開港150周年の記念式典で、はいはい、出てらっしゃいましたよね。出ました、はい、私2009年実は横浜に住んでまして、で、まあ、テーマソングの未来を歌われたと思うんですが、はいはい、コーラスしてたんですよ。そう、市民だったんですよ。あ、マジで。そう、あららら、あらら、そうだったんだ。まさかこんな日が来るとは思ってないですね。あ、それはびっくりした。いや、そう、その説は、お世話になりました。ありがとうございました。だってあれ、陛下が見に来てくださって、そうそう、そうなんです。陛下の前で歌いましたもんね、我々。そう、あ、そうだったんだ。金髪のカツラかぶって歌ってた。それは知らなかった。なるほど。以上、私とゆずという質問でした。ありがとうございました。2度目の共演で、ね、はい、それはびっくりした。北川さん、ツイートの方は、はい、もう全く手が止まってない。すみませんでした。どうでしょうか。すみません。どうですか。じゃあツイートボタンお願いします。はい、どれですかね、これ。どこか、ツイート押せばいいですか。ツイートって書いてあるとこ押せばいい。はい。すみません、変化ができずに、完全に開かないで送る。大丈夫です、大丈夫です。申し訳ない。あ、できましたね、ありがとうございます。ました、はい。さあ、番組のツイッターアカウントは、BJCS778 です。ハッシュタグ BJCS で見ることもできます。ぜひリツイートやリアクション、ゆずへのメッセージ、質問なんかもお待ちしております。はい、さあでは1曲ゆずのナンバーをお送りしましょうか。はい、じゃあ僕たちが去年出した、曲をお届けしたいと思います。聴いてください。ゆずで With You。ナビゲートでお送りしているラッシュエクセンチュリーセッション、お届けしているのはゆず with you です。さあ、先ほど昨日のゲストアステラス村上さんから、今日のテーマ、きっかけ物語に関するこんな質問が来ていました。初めて人前で弾き語りをした曲をぜひ教えてください。はい、はい、はい、初めて人前で弾き語りした曲を教えてくださいということで、はい、先ほど、番組ツイッターに答え書いていただきました北川さん、はい、聞いていきましょう。何と書いてくれたんですか。もう言っていいんですか。はい、お願いします。人生初ツイートでしたね、これ。おー、春一番。はい、
春一番、あのいろんなリアクションが来てるんですが、はい、まず多いリアクション全部本当にひらがななんですよ。変換できなかったんですよ。使ってないから普段。春一番の6文字でつぶやいていただきました。ありがとうございます。すみません。さあ、これはあのそうです、うん、有名なキャンディーズの春一番、はい、春一番コピーしたというか、はい、初めて披露した。そうですね、うん、あのまあ2人ではやったのはそれが初めてで、はい、で早速その伊勢崎町に、うん、まあ、ずっと僕らがやることになる場所なんですけど、そこに2人で行って、あのそれしかなかったんで、それを5、6回歌ってましたね。まああのね、路上ライブってあのお客さんがこう立ち止まってくれるのね、はい、ずっとお客さんですけど、まあ、素通りされる方が多いんで、まあ、まあ何回同じ曲やっても大丈夫なんですよ、うん、最初の頃はこう、はい、もちろんこう心がね折れそうになることもきっとあったりはしたんでしょうね。でもね、その春一番最初やった時に、うん、いきなり5000円もらったんですよ。すごい。しかも1回の一人のお客さんが5000円くれたんで、酔った勢いだよ。酔った勢いだな、あれは完全に。でもやっぱりなぜ春一番だったんですか？で、なんかその二人でやったら面白いんじゃないかなっていう、みんなが知ってて、でおおよそその弾き語りなんかでやるような曲じゃない曲を、うん、いきなりカバーしてやってみようかみたいな、うんうん、それこそ松田聖子さんの曲とかいろいろ今探してて、うん、あこれいいねっていうので選んだ曲です、うん、お二人はあれですね、あの作詞ですね、 これをやれば人が止まってくれるんじゃないかっていうの結構最初から考えて選んでいたりしたんじゃないですか、もしかして。そう、でもそうかもしれないですね、うん、そのちゃんと考えてやんないと誰も聞いてくれない。そうキャンディーズ、はい、意外なのか意外ではないのか、何とも言えないところですね。そうそう、でも、うん、あでもそうか、納得という選曲、うん、紹介していただきましてありがとうございます、はい、さあではもっともっとゆずに迫りたいということで、まだまだ昨日のゲストアステラス村上さんから質問が来ています。はい、ここはですね一言ずつでお答えください。はい、わかりました。では第1問。岩沢さん、何年経っても手放せないものを教えてください。はい、何年経ってもそうですね、100円ライター。おお、では次の質問。北川さん、デビューから15年経った今だからこそ気づいたことがあれば教えてください。ああ、そうね、デビュー当時のライブとか今振り返るとよく何も知らないでできたなっていう、15年経つその勇気にびっくりしますね。はい、では次の質問。聞くと元気になれそうな一曲をリクエストしてください。これいいんですか、本当に。お願いします。ちょっと僕のリクエストなんですけど、 LMFAO でパーティーロックアンセムを。お送りしているのは、聞くと元気になれそうな一曲としてセレクトしてくださいました LMFAO Party Rock Anthem。 はい、ありがとうございます。嬉しかったです。いや、確かにあの元気になるし、お二人もこうノリノリでしたけれども、そうですね、なんか違和感を感じるんですよね、これは。なんか普段聞くのに、いろんな曲聴くんですけど、はい、そのライブ前とかテンション上げるときに、これ東京ドームやるとき聴いてたんですけど、そうなんですか。なんか自分たちにちょっとこう近い曲じゃないもので、グッと上げた方がなんか自分たちのなんかこう近いものだったりすると、なんかこれ気になるなと思って逆に気になっちゃったりとか耳がいっちゃったりすることがあったりするんですよね。そうなんですね、うん、でなんかそれちょっと振り幅が好きで、おおよそゆずじゃやらないだろうとか、なんかそういうのをこうずっと挑戦してる部分もあるので、岩沢さんは何かこうライブ前に聞く音楽とかってあるんですか？ライブ前はいや、ほとんど聞かないですね、うん、あ、逆に聞かないタイプ、ね、はい、もう楽屋と喫煙所の行ったり来たりっていう、そんな感じでうろうろしてますね。まあ、でもこうやって LMFO をリクエストしていただくと、逆にゆずバージョンが聴きたくなるっていうのはちょっとあるかもしれないですね。あ、でもトライしたいですね。ダンスなんかもちょっと見れたらいいななんて、うん、でもね、自分たちの曲の中ではやっぱりこう四つ打ちっていうのは結構使ってる曲はいっぱいありますね。はい、そっか、 LMFO パーティーロックアンセムをお送りしました。ではどんどんゆずにディグインしていきましょう。岩沢さん、何年経っても手放せないものを教えてください。はい、100円ライター、はい、まあ、先ほどあの、はい、ライブ前喫煙所と控え室行ったり来たりしてるっていう話もありましたが、そうですね、ね、
100円ライター事情に全く詳しくない。そうですか。私レーネなので、ここでもう存分に魅力を語っていただきたい。魅力ですか。まあ手放せない理由はまあタバコを吸うからなんですけど。それだけですか。ただ今の100円ライターはいろいろ、なんでしょう、チャイルドロックっていうんですよね。 ありますね。いろいろと工夫がされてて、あのたまにこうね、久しぶりにじゃあ1本吸おうかな、1本ちょうだいとか言われて、ライターも貸すと、意外とこれどうやってつけるのっていう、すごいからくりがついてたりとか。チャイルドロック、はい、チャイルド、多分子供が押さないように重くなってるんですね。あ、でもちゃんとそう入り組んでいれば入り組んでいるほどいい、はい、いいですよね。まあまあそうですね、安全性は高いですけど、ただその僕お酒も飲むので、はい、あの高級ないわゆる ジッポライターとか、はいはい、持ってはいるんですけど、非常になくす率が高いんですよ。安全を考えて、はい、100円ライターでちょうどいいというか、なくしたショックが小さい方がいいかなっていう。あの岩沢さん一人でこうちょっとしっぽり飲みに行って、はい、バーで煙をこうくゆらせてと言いますか、そういうこともあるんですか。いや、あのそんなにこうそうでもない。そんなにしっぽりとはしっぽりとはいかない、いかないですね。続いて北川さん、質問ありましたね、はい、デビューから15年経った今だからこそ気づいたことがあれば教えてください。質問。そう、その結構大きい会社とか、うん、それこそ12年前に初めて東京ドームをやらせていただいた時とか、はい、まあ、2人だけでやったんですけど、よくもあれをこう何もいろんなこと知らないで飛び出してできたなっていうのは、まあ、逆に知らないからできたのかなっていうのは思ったりするんですけど、春一番を5、6回歌ったっていう話さっきありましたけど、でもそのハングリーさというか、きっとその気持ちがあったからできてきたことなんでしょうね。そうですね、だから結構雨の日の野外の会場とか、あとでそのライブ DVD 見たりすると走り回ってるんですけど、すごい滑ったはずなんですよね。よくやれたなっていうのは自分でもびっくりしますね。一生懸命なってる時もそんなこと考えていなかったりするんですよね。でもこれからも今のゆずのライブの映像なんかを例えばあと10年後に見た時もきっとなんか同じように思うのかなと思いますね。さあではですね、この後はゆずの近況、そしてニューシングルにも迫っていこうかななんて思っています、はい、その前に曲をお送りしましょう。なんだっけ。例の今日出たんです。まさかのなんだっけ。いや、お客さんで会話してたらすいませんでした。それじゃあ、今日発売のニューシングルですね、聞いてください。ユズでリーズン。しているのはゆず、今日リリースになったニューシングルリーズンです。はい、ありがとうございました。この曲はアニメハンターハンターのエンディングテーマと同時に、はい、今週末公開の劇場版ハンターハンターファントムルージュの主題歌にもなっていると、はいはい、ダブルですごいですね、これ。そうですね、本当にありがたいお話いただきました。リーズンお届けしました。さあ、2012年は15周年イヤーだったという、はい、そんなゆずの2人ですが、まあ、そこからの、一区切りして、なんだろう、気持ちも新たな、そんなシングルなんですかね。そうですね、あの15年一区切りできたんで、いろんなその表現の方法あったと思うんですけど、自分たちとしてはまあ攻め続けたいなという思いで、まあ、新しいことにまた挑戦しましたね。まさに攻めの一曲ですよね、これは。そうですね、やっぱりあのこう制作にゆずではない誰かを入れるというのは、これまでなかったことですよね。あのプロデューサーにお迎えしてやることはあったんですけど、その詩とか曲をもう一緒にほぼこう共作で作っていくっていうやり方は初めてで、今回その前山田健一君、あのヒャダイン、あの分かりやすいところで言うと、まあももクロとかをやられてる方なんですけど、僕はももクロの曲とか聴いててすごいなと思ってたんですよ。その構成が自分が今までやってきた音楽と全く違う、サビが3回ぐらい来たりとか、新しいサビが3回ぐらい行ったりとか、難しい構成で、ぜひこうゆずにこれが加わったらどうなるんだろうというのを、まあ以前から試したくて、で今回そのハンターハンターのお話いただいた時に、ここしかねえなと思ってお願いしました。あのサビが何回も出てくるっておっしゃいましたが、リーズン聞いていても、もうサビが いっぱいあるじゃないかと。しかもいろんな種類のサビがあるじゃないかと。そうですね、あのどこを切り取っても新しい部分がたくさんある、そんな曲になってますが、すごいでも難しいところとしては、
っぱりそういう風にするとすごくバラバラで、音楽として自分の中で成立していない歌物じゃないっていうものになっちゃう可能性も秘めてたんで、そこのそのゆずとしての歌物としてのこう完成度みたいなものはすごく気をつけましたね。北川さんと安田さんがこうそれぞれ作った、まあ、サビとしてのメロディーというのがあったんですよね。まずね、僕がそのリーズンっていうタイトルと、今の、まあ、メインのサビになっているものをとか、まあ、A メロとかいくつか作っていて、そこに対して全然違うものを、まあ、安田さんにお願いして、作っていきました。あのなんとなくこの曲聴いてるとゆず VS 真山さんっていうような構図が見えてきて、こう来たかじゃあこれでも食らえるみたいな、そんな感じ、いいバトルが見えてきますよね。最初オファーした時に、そのまあ我々15年やってるんで、まあ、ちょっとやすっとじゃ崩れないから、とにかく力いっぱい、まあ、言い方生意気ですけど、まあ、かかってこいと、で、まあ、俺らも返すからみたいな、そういう感じではやってました、お互いきっといい刺激になって、あこのアイデア出ちゃったみたいな、すごい素敵な会話なんかもあったのかななんて、なんかすごいあれでした ね、お互い欲してるヒャダイン君はヒャダイン君なりにもっとヒャダインっぽいことやってよ、で向こうは向こうでゆずさんのアコギの音をもっと入れたいですみたいな、そういういい感じでやってきましたね、最終的に本当これぞでもやっぱりゆずの曲だよなっていう風にそうですね、召し上がった曲になったなんて思います、そしてカップリングも、ちょっとこうアレンジを他の方にお願いしたと。そうですね、まあ、あのリーズンが攻めの一曲なので、あの割とこうゆずスタンダードな曲を入れたいなと思って、で、まあ、アレンジとかその人選をどうしようかなと思ったんですけど、まあ、僕らの後輩というか、生粋のゆずっ子なんですけど磯貝サイモン君という、あの非常にまだ若いんですけど非常に才能のある子にですね、アレンジをお願いしまして、お前が思う好きなゆずをやっていいよっていうことをお願いしたら、本当自由にやってくれて、時刻表という曲になってます、これもゆずご本人たちとしてはちょっとこそばよかったりするんじゃないですか。いやどうでしょうね、まあでもすごいやりやすいどうでしょう、ね、雲ありなんかこうブースの向こうで、なんかこうニヤついてるタイムを見てるみたいな嬉しいっすみたいなのが伝わってくるんですよね、この対照的でありながらどちらもこうゆずというそうですね、バランスがすごい確認として大事かなとは思います、新シングルリーズをぜひチェックしてみてください、さあ今日のゲストはゆずです。お知らせ挟んでまだまだお伺いしていきます。 Stay tuned。 クラシックセンチュリーセッション、今日のゲストはゆずです。引き続きよろしくお願いします。今日リーズンシングルリリースもありますし、あとはミュージッククリップ集の6花線2がリリースになったりとか、あとは1月1日から着歌フル、色とりどりですね、リリースされています、いろんなことが一気にまた2013年始まっていますね。そうですね、2013年ってことは16年目に、そう16年目に入りましたね、今年は、まあ、ざっくりなのかもしれないですが、どんな1年に なるのかしていくのか聞かせてください。そうですね、まあ、去年がその15周年の節目で、まあ、歌いまくった1年だったんですけど、なんかさらに歌いまくりそうな1年になるんじゃないかなっていう気がしてますね、歌いまくる、歌いまくってましたね去年は。そのレコーディングも結構してたし、ライブもドーム、ホール、アリーナと、いろんなところでツアーやったりしてたので、あの12月、去年の年末には名古屋にもちょうど来てくれたばかりですけれども、あのこの後まだ続いてるんですよね。そうそうそう、今週末神戸、で来週広島、大阪と参りますね。気になるのは横浜アリーナでしたっけ、なんかものすごい日程が控えてますよね。そうなんだ、2月に6回やるんですよ。6日間やるんです、本当にありがたいんですけど、なぜそんな無知を打つっていうこの数字本当に驚きました。だからね、あの名古屋からも結構多分来てくれてる方いらっしゃると思うんですけど、今日の方にもいるかな。ああ、結構いる、たくさんいらっしゃいますね。ありがとう。そうね、
あの中年の生き様を見てほしいなっていうのを見せてくれと、まあ、6日連続じゃないんでね、まあ、そうね、間が空いてるんで、いやこの数字も驚き、はい、もう本当に挑戦の攻めの1年なのかなそうですね、攻めですよ、思いますが、まあ、いろんな挑戦という意味でいうともう一つありまして、はい、お二人の共作で、まあ、さっきのハンターハンターのこの声優さんによるユニットに楽曲も提供されてると。そうなんです、うん、あの今回ハンターハンターのスタッフの皆さんがすごくせっかくなんでその一緒にやりましょうって言っていただいて、で、まあ、流れ星きらりという曲を、あの声優の皆さんに楽曲提供しました。ポップですね、真ん中に星のマークも入ってる。そうですね、角田博さんが一緒に、ね、そうですけど、脈々と伝統は、まあ、あの女子高生たちがキョトンとしてましたけどこちらの曲はですね、リーズのハンターハンターバージョンとして限定リリースされる CD のカップリングとして収録されています、はいはい、あとあのリーズのユズバージョンといいますか、はい、こちらには初回限定版もありまして、はい、DVD もついてるんですよね。そうなんですよ、なんかいろんなパターンで出るから、どれがどれだったかなって今いろいろさっき確認したんです。考えたんですけど、あの、ね、横浜文化体育館でライブをやったんですね、はい、あの15周年の記念にそれが入ってます。これ私も、うん、あの早速見たんですよ、はい、もういろいろ振り返っちゃったりもして楽しいですね、はい、ぜひ見てほしいですね、これも、はい、ぜひチェックしてみてください。さあ盛りだくさんな2013年になりそうです ね、そろそろもうせっかく来ていただいたんだから、もうあと10時間ぐらいいていただきたいんですけど、まあ、6日間とかいう手もありますけど6年行きますか、そろそろお別れの時間になってしまいまして、最後に一言ずつメッセージお願いしていいですか。はい、じゃあ僕はですね、あの明けましておめでとうございます。今年初ツイートができて、人生初ですけど、ね、まあ、今年自分は年男なんで、さらに張り切って皆さんに歌を届け続けたいと思ってますんで、楽しみにしててください。ありがとうございます。岩佐さんお願いします。はい、年明けまして、まあ、北川さんにね年男の印籠を渡しまして、去年僕年男だったんで見年ですから、まあ、引き続きツアーも続いてますし、我々もねいろんな病気が流行ってる中、体気をつけてツアー回っていきたいと思います。体気をつけよう。はい、ありがとうございました、はい、ラシックセンチュリーセッション、今日はゆずのお二人を迎えしました。本当にたくさんお話ありがとうございました、はい、ありがとうございました。最後にですね、この曲聴きながらお別れです。ご紹介いただけますか。はい、それじゃあカップリングに入ってる曲です。ゆずで時刻表を聴いてください。